はい、どうもこんにちは。はい、今日はですね、何回か動画の中で察してきたんですけど、うちね、牽引付きのヒッチっていうのは、連結付きのレンタカーを、展開してるんで、まあそれを借りられますっていうのを動画にしたと思うんですけど、早いもので言えば、セレナですかね。セレナの動画です。はい。で、今日はですね、どういった人がですね、この牽引車を選ぶといいのかと。牽引トレーラーのね、レンタルも、まあ、やるんですけど、どういった方に向いてるかっていうのでね、今日は、レンタカーを借りるメリットですね。こういう人には多分使えるという説明をね、させていただきたいと思います。まず一つですね、定義としてはですね、条件というか、はい、条件ですね。条件としては、その車にヒッチメンバーがついている人は自家用車で大丈夫です。で、このヒッチメンバーにつきましても、ヒッチを取り付けると、まあ、大体費用で言うと、ヒッチメンバーだけでまあ6万ぐらいするものから、中古で出てれば1万5000からあったり、あとまあ、加工とかですね。そういうのに工賃かかりますから、まあ高くても8万ちょいぐらいでいけるんかなという感じです。はい、これが前提としての今日の動画になりますんで、よろしくお願いします。はい、まずですね、レンタカーで置こうと思ってるのが、もう大前提として、まあカーゴですね。普通の軽トラみたいな、カーゴトレーラーで、箱型のバンフルトレーラーって感じでね、これらは全然使えるんで、レンタル展開したいなと思ってます。はい、また、その他にですね、このトレーラーなどね、取り扱いたいなどね、ありましたら業者さんからのお返事いただければ、メールで回答しますんで、概要欄のね、メールアドレスお問い合わせくださいますたら幸いです。はい、まずですね、トレーラーを使う用途って何やろうって思うかもしれないんですけど、ハイエースとかですね、まあそうですね、ワンボックスの大きいのを持ってる人は、その空間で成り立つことってあれば、僕は不要かなってちょっと思います。例えばまあレースなんか多いですよね。カーとバイクなんかは、まあ、車内に詰めちゃうんで、その場合はもう手軽に行けるハイエースで一発で終わるパターン多いですからね。まあそういうので、そっちの方がいいかもしれないですね。はい。っていうのがですね、まあかつて僕も100系ハイエース3台乗ってきたんですけど、スペアタイヤとかスペアホイールって微妙に場所取るんです。あと工具箱とかね、つなぎとかいろいろ積むと、もう満載になるんですよ、ハイエースでも。なので、そこでスペアカーを持っていくとかですね、もうそういうの絶対できないです。スペアマシンを持っていくとか、なかなか厳しい状況になるんで、まあこうした場合にですね、トレーラーがあると、スペアマシンは別で持っていくとかですね、ガソリン臭が、まあ家で使われている車やとガソリン臭すると嫌がるじゃないですか、家の人が。そうした場合にトレーラーがあると、バイクと完全に切り分けれるので、安全だし、まあまあ、ガソリンの匂いもしないしっていうんで、こうした方にはメリットがあると思います。まあ、かつてはですね、僕も車内にガソリンの匂いが充満したりとか、まあそういう経験もあって、途中からトレーラーを採用したっていう経緯がありますんでね。特に選手権とかだと、壊れたらエンジンも取りに帰らなあかんかったりしてたんで、まあそうしたことで僕はスペアマシンを持って行ってたっていう経緯ですね。はい。まあなので、ハイエースでも意外とバイク積んで、スペア積んで、難しいよということなんですよね。で、ハイエースが幸いだったのがね、100系の時ってこうシート座席を前に10センチすると、ネイキッドのバイクは縦に乗るっていうメリットがあったんですよ。なので、最悪3人で行くこともできたんですけど、もういろんな部品や工具やって積んでいくとですね、2人乗りになってしまうんですよ、基本的に。なので、まあそういったことで、ワイドのハイエースだったりとかですね、
まあ当時でいう、まあ、ロングスーパーロングっていうね、スーパーロングっていうのがあったんですけど、まあその車体で、積んでいくと、はい、まあそういったことで、あのスーパーロングの人は比較的余裕があったように思います。で次にですね、軽バンとかでねレース活動してる人もいてて、まあ、これミニバイクレースとかね、まあ、当時で言うとまあまあミニバイクレースがダントツ多かったですね。とかあのスポット参戦のね、選手権じゃないレースでは軽バンの人が結構多かったり、また、サーキットが近い人は結構軽バンの人が多かったり、してました。で軽バンになるとですね、まあ僕も軽バンで鈴鹿も行ったことありますけど、当時 CB1 でしたかね、ありますけど、まあ軽バンはちょっとしんどいですね。軽バンは完全に2人ないし1人乗りになってしまいます。ただレースだとピットクルーというねライセンスが持ったあの人が絶対いるんで、こうした場合に軽は非常に辛いのでトレーラーという選択をしてたこともあります。はい、まあ、なのでまあそういうバイクレース、車のあーカートのレースとかそうした方にはピッチメンバーさえあればレンタカー借りることによって行けるというのがね最大のメリットかなというふうに思います。はい、まあ、ついにですね、まあ、あの前車のねトラクターっていうんですけど、まあ、このトラクターに任意保険入ってるものをそのままトレーラーに、継承するんで、あの走行中にね任意保険が、まあ、今までで言うとレンタカーにもその1日保険とか言って適用されてたと思うんですけど、任意保険まずこう入らなくて大丈夫なのでトレーラーはね、なのでその辺の手軽さなんかしてもやっぱトレーラーは便利なのかなというふうに、思います。はい、次の用途ですね、例えばですねファミリーカーであったりとか、まあ、セダンタイプであったりとか、まあ、こうしたものにですね DIY するために買った木材とかね、そういうのをこう積んで帰るというのは難しいんですよ。なので、ホームセンターは大体軽トラックを用意してて、30分以内だったら無料貸し出しとか言ってねやってるパターン多いんですけど、もうこの際にトレーラーがあるとですね、荷物の運搬だけそれを使って行くってことができたり、また一人でねやられてる方で、コンクリート挫折をね DIY でする人もいてて、まあ、そうした方にはですね軽トラ型の、まあ、トレーラーを選択すると、汚れずにね車内汚さずにそういうものが積めるということですね。そういう利点があって、これもですねもうバムスに直接セメント積んだりしましたけど、なんぼ袋に入っててもセメントのこうホコリとかいろいろ出るんですよ。なのでそうした方はトレーラーを選択してやられると、まあ、車内を汚さずに積み込みできるのかなと、いうふうに思います。はい、次ですね、駐車場を持ってないけどこうした活動をしたいって考えられてる方なんですよ。要はですね駐車場がないとトレーラーって実は成り立たなくて、例えば都内とかでトレーラーをもう一台処理して駐車料金3万円払うかって言ったら僕は払わないと思うんですよね。なので、地方、まあ、郊外から外れたところでないと、あんまり成り立たないと。そうした方にはレンタカーというのはねすごい強くて、必要のある時に借りられるっていうのはね最大の、あのメリットやったりします。なので、まあ、そうした場合には、トレーラー生きてくるので、まあ、レンタカーとして活用しやすいんじゃないかなというふうに思います。都内ではまだまだあのね都会の方ではまだまだトレーラーってそんなに普及はしてないので、まあ、レンタカーでそれを活用するとあのメリット多いかなとちょっと思います。はい、続いてのメリットとしては、一番のネックって運転だと思うんですよ。バックやったり狭い道擦れへんかなとかね、そういった場合にね一番トレーラーキャンピングトレーラーなんか大きいのあるんですけど、やっぱり悩まれる点ってそこで、例えばですね大きいトレーラーとちっちゃいトレーラーってこの手の不安定実は変わらないんですよね。あのその人によってね、昔軽トレーラーバリバリ引いてた人でも普通トレーラーってなるとやっぱ怖かったり、すると思うんでね、その辺はまあ
まあ慣れでもあるんですけど、まあ自分も大型免許持ってて、大型トラック持ってたんですけど、最初はやっぱり怖いですよ。あのミラー飛ばすんやないやろうかとか、料金所入る瞬間とかね、最初不安はあるんですけど、まあそこが慣れになってくるですかね。はい。なのでそういった意味で、軽トレーラーのレンタルできると、まあ予備練習じゃないですけど、その大きいのよりは怖くないんで、乗ってて楽しいっていうのが勝てば、バックの練習ひたすらして馬なってっていうね、ことが可能になります。またバックのねコツとかはまた動画にあるんですけど、一応持ち込み車両を持ち込んで教習所でも練習できるパターンもあるんですけど、正直言うと不安なとこってバックだけなんですよ、ぶっちゃけ言うと。まああとそれがコツなので頭で深く考えなければ、案外普通にバックはできると。あとコツっていうか、まあ、きっかけですね。どうした感じでバックしてるっていう感覚とか、そういうのを習うのはいいと思うんで、まあそういうので使うこともできるということでね。基本トレーラーは教習所にないんで、そういうボート型トレーラーとかねないので、持ち込まないといけないので、まあそしたら教習でもレンタカーを実用して、できるというね、そういう利点もあります。まあ軽の場合は買ってしまったらなんとかなるパターンあって、バッグもさほどやなって、何より手で動かせますからね。まあそういった点であまり浸透してないんですけど、実はまあそういうことがあります。はい。次にですね、まあ、キャンピングする際にですね、軽って4人までしか乗れないので、まあその軽に4人乗せたままトレーラーを引いて4人同時にキャンピングに行けるという利点がありますね。料金普通料金になっちゃうんですけど、高速に乗っちゃうとね、なるんですけど、まあ旅キャンピング行く際にですね、友達同士で行くならまあ、割り勘もするでしょうし、実は1人当たりそんなにお金かからないというね、まあ利点があって、まあ乗車定員を守りながら荷物を運ぶというね、こういう技ができるのがトレーラーの利点ですね。はい。次にですね、よくあるのがバイクを個人フリマサイトなどで買いましたとか、タンスを買ったんですけど、どうやって取りに行こうとなった時にですね、中にはですね、ヤフオクだと、それを運搬する業者さんがいてます。事業者さんが、軽トラパターンも多いんですけど、まあ、実はここにトレーラーを活用すると、軽の事業でも2つ分の仕事を一緒にこなせるというね、利点があるんですね、実は。というのがですね、バイク2台は軽トラックには詰めますし、場合によりですね、現車だったら詰めて4台とかね、いけるんですよ。で、250とかになると、まあ、2台とかになっちゃうんですけど、まあ、これをトレーラー活用することによって、さらに1台追加とか、軽いものであれば2台、計4台運搬可能とかね、そういう利点があって、なので貨物事業者さんに僕は押してたっていう感じです。はい。まあ、こんな感じで、とりあえず、まだまだあるんですけど、また時間のある時に、続きをね、動画にしたいかなというふうに思います。まあ、今日こんな感じで、レンタカーを借りる場合のトレーラーのメリットをね、お伝えさせていただきました。ありがとうございます。